こっから始めます。ただいまの現在時刻16時13分、スーパーベルクスの上に出てきてます。左上ですね、 B のちょっと左上出てきました。スーパームーンまでは本当は2日前なんですけど、天気が悪いので、今日観光します。明日の天気、明日もちょっと リベンジはかけようと思ってるんですが、厳しいと思います。明日はどうにかわからないので、とりあえず今日は今日で、スーパームーンを挑戦しています。1台はタイムプラスという機能を使っています。 iPad の方ですね、 iPad mini です。しかも初代、ちょっと車の方ということで、だいぶ月が上がってきました。iPad の方はうまくいってるかな。あ、iPad の方が綺麗ですね。やっぱり。iPad の方ズームがつきませんので、とりあえず10、あ、こっちだ。16時15分38秒。まだ望遠鏡の方はピントも何も合わせてません。あ、駐車場入れられちゃった。ここがベストなんだね。駐車場入れるの。ただ月はその日によってだいぶ、落ち方ではなくて登る角度も微妙に違いますので、予測がちょっと難しいです。ちょっと車も、あ、ダメか、あそこ、面白い。今奇跡、ミラクルの方の奇跡じゃなくて軌道の方の奇跡ですね。奇跡がうまく取れると思います。今日は真東より、コンマ 0.5、北寄りから登っています。明日はコンマ1ずれますので、月の出も15分30分、明日はずれていきます。とりあえずこれは回しっぱなしで、まあ iPad もそうなんですが、
うん、そんな。望遠鏡を、先ほどのコルキッドを使うとかなり綺麗に見えてます。1時間ぐらいで多分 SD カードの方が一旦落ちますが、バッテリーもなくなってしまうのでね。うまく合わせられないのがちょっと悔しい。ライトはちょっと星には星が見えません。反対に向けると日が落ちると金星、火星が見えてきますね。こっちの方にある、うん、こっちの方にある。ここくだらないですよね。スーパームーンでスーパーベルクス。くだらないけど面白い。そこでもいいね。そこでもいいね。でもそこに戻るには一旦俺出なくちゃいけない。ちょっと待って。出ないでこっちに。いや、まだダメだよ。そうか、フレームインする。え？フレームインする。いや、そこも撮影入ってるから。な、そこに止めればうまくって。ちょ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 。な、この。じゃ。そこに入れとけば、バックしてそこ、こっちに入るわ。どこでも入るし、カラコン置いときやる。ああ、そっか。機材とか盗まれないのに、大丈夫。
今いるじゃん。うん。で、こっちが出たらこっちでいいか。うん。じゃあ、ちょっと持ってきたね。返して。うん。賛同会とか開かれる際には、気をつけて、まず事前にね、一番やっぱり賛同会で大切だと思うのは安全と、トイレの場所ですね。あと多分こう昇降塔が真上にあるので、全く星を見るのには適してません。だいぶ強いですね。何時だ16時、あ、この時計正確じゃないな。25分。ちょうど4時からスタートして25分。あさって月曜日本ちゃん曇ってなければ多分大盛り上がりなんでしょうね。よしよしよし。あ、まだ尺は12分31秒32秒。動画の方が残り54分しか撮れませんので、でもその前にバッテリーがなくなると思います。タイムプラスの方で、多分5分3分か5分ぐらいに縮めてその月の軌跡が見れると思いますので、バッチリ。 iPhone みたいなタブレットだと、あ、タブレットじゃない、 iPhone みたいな端末だと、コルキットの方でコメ取りこう、これ普通の、デジカメやなんかのレンズを直接接眼レンズに当てて撮れば、かなり、それでもかなり撮れます。コイメイトだなんかね、やっぱりお釣りの名前とかそういう横文字そういうのってなんか接眼レンズに撮るで直接カメラを当てて撮る方法、プリザ S って書いてもいいですとか言って、わざとコリメートですから正しくは。
れこの間俺どうやって撮ったの、ああ iPad に撮ったんだ、iPad mini です。 iPad mini でうまくシュートができれば、あ、シュートというのは撮影です。とりあえず1時間回ってないんだよね、まだ17分、まだ17分、4時から回して、iPad の方で単体で、iPad mini の単体の機能で、後でシュートしてみます。撮影です。意外とね、露出も難しいし、合わせるのも難しいし、望遠になれば望遠になるほどきついです。はっきり言ってコルキットと、iPhone なり Android の端末でパサリと撮った方が綺麗にできます。ただ今回、わざと iPad mini だけで挑戦します。iPad mini で、お手持ちの iPhone なり Android なりのズーム機能でも十分だと思いますが、まあ、100% なんだっけ、三脚は必要です。三脚は必要です。モータードライブなり何なりつけてれば、本当は、あ、ベルクスの明かりがつきましたね。見やすいね。邪魔になりそう。もうそろそろ南の方から金星が見えまるはずですが、曇ってはいないですね。ああ、金星が沈んじゃったのかな。あったかいお茶ある。今日はお手洗いが入ったら作ったんですよ。手前から外した。はあ。左の奥の。外は、いや、確かあったと思う。あった、そうですね。ちょっと失礼。雨じゃなかったらなーって、ロケハンしといた方がいいですね。ロケハンは重要です。
ほどね、多分あと何時だ、5時になったら投稿機がついちゃうのかな。あ、まだ16時35分だ。もうすぐ36分を迎えますね。16時36分になりました。16時36分。あと20分、36分、20分もしたら、投稿機がついてしまうので、そこら辺で終わりかな。5時になったらつくのかな、投稿機が。本日の月の出15時13分南中になるのは21時37分月が、完全に西に沈んでしまうのが夜中の2時58分本日の月齢 12.4。こんな感じですね。25分、5分尺を残す。5分後ぐらいに投稿機がつく前に iPad もどうなんだろう。タイムプラスだからな。容量があるかどうかだ。容量が足りなかったら iPad 保存できねえぞ。やばい。40分ぐらいで済みますか。ただいまの時間16時40分。
少し経ったら火星が南に来ると思いますが、まだ日没後で星が一つも出ていません。日没後あれどっか行っちゃった。火星、金星、土星、水星見えると思います。だけど今日は見ません。明日の方はね、15分ずれるんで、30分ずれるので日の入りが。じゃあもうそろそろフレームアウトすると思うので、その間に何だっけ、 iPad の単体で Time プラスだからな、5分、5分か、1時間削る5分、容量も気になるので、はあ、単体でシュートしてみようと思います。タイムプラス終わりにします。40分だよ、保存できるかな。43分のところでシュート止めます。タイムプラスシュート終了。
りあえずここにあった、見てみ、あ、綺麗じゃん、うわ、すげえ綺麗だな、これはピカピカになってんの、いいの、あ、上ピカピカ、ピカピカ
ちょっと、じゃあ、いや。ああ、動画撮ってますから。向こうがもうちょっと大きいかな、そんなもんかな。向こうが丸く見える。こんな感じか。あ、いいいい、明るくなったんですね。Go down.
フルシュート。エンジニアロン。完璧。よく入ってるよ。明日はもっと丸いぞ。そう、うん、こっちはこっちはもう終わってんじゃない。終わったのに何も見えない。違う、なんだっけ、デルクスってやつ、フレームアウトしたんだ。あ、そう、うん、ずっと動画だから関係ないんだ、うん、ビデオカメラみたいな感じだから動画で、そっか、今 iPad ですごいことになってます。 iPad の今デジタル光学デジタルズームのみです。これピントとか合わせるの難しいんですよね。とりあえずロスを合わせるとここまで、でできればセルフタイマーで今三脚でフィックスしてますので、どうなるか。ただピンがすごい甘いんですよね。ピントが甘いけれどもうこれはしょうがない、デジタルズームの宿命です。よっ、シュート MDR オフ、 MDR をオンにするとコンポジットっていうねモードがありますので、 MDR っていうのは、コンポジットまではいけませんけど、3枚の写真を合成して撮る手法です。ちょっとした本当は星なんかいいんですけど、月はちょっと MDR はいらないと思います。星の写真の時には MDR のは有利だと思います。ということで、時間の方が何時、
あとね、こんな感じで撮れてますので、これをどうにかしようとしても分かりません。そんなこんな感じで、こちらのデジカメのバッテリーの方も危険です。なのでここら辺でこっちのローリングをやめたいと思います。お疲れ様でした。それでは夜星空ライフを、さよなら。